皆さん、こんにちは。あの評論家の江崎というふうに申します。えっ、ー、と、今日もですね。あの憲法の問題について話をしたいと思うんですが、その前提となる。 国際政治のもののもととよくですねこの、まあ、日本はこの先の戦争で戦争を負けましたで戦争に負けて、まあ、日本は軍隊もなくさせられてで憲法9条も含めて日本はね軍事,軍事力を一切持つべきではないと。 で自国の平和と生存はね,ね他国のねあのね真偽に信頼すると、ね、他国を信頼して日本は非武装でいくんですよというふうに中、まあ、本が戦争を負けてまあそういうふうな形になったわけですがその背景に何があるのかっていうと日本が強いとアジアに紛争をもたらすんだという考え方があるわけです。 日本が強いとアジアは、ね、戦争になってしまうだから日本を弱くした方がアジア太平洋は平和で繁栄するんだという考え方がアメリカの中に根強くあったんですで実は戦前ですねまあ僕はいつもアメリカはね一枚岩ではないという言い方をするんです。それは アメリカという国は自由と民主主義の国なのでいろんな考え方がある、まあ、日本もそうですねあの自民党という存在もあれば立憲民主党という存在もあれば社民党という存在もあれば共産党という存在もある同じ日本でも、まあ、言い方は良くないですがあの安倍元総理とですね福島瑞穂先生では全くものの考え方が違うわけです。 でも福島先生も日本の国会議員でアメリカの人がですね福島先生の議論を見て日本は、ね、あの日米安保ね破棄と言っているとけしからんって言うと「いやいやあれは福島先生いやでもお前これ福島さんだって日本の国会議員だろう」って言われると困るでしょ。同じでアメリカもですね、あのー、もういろんな考え方の人たちがいる。 でとりわけ戦前はですねこの日本に関して真っ二つな二つの大局的な考え方がありました一つはストロングジャパン・ポリシー強い日本派という人たちですこの人たちはですね中国も含めた当時ですね大陸で紛争が起こっているじゃあんで中国で紛争が起こってるんだ 言ったらそれはソ連や中国共産党や中国のナショナリストたちがアメリカや日本や国々の中国に進出している企業や人々を脅かしたりしているからだと悪いのはソ連や中国の過激派の人たちである。それを抑え込むために 日本は治安維持として中国大陸に軍隊を派遣しているんだという考え方を持っている人たちのことをストロンングジャパン派というんです強い日本がアジアに安定をもたらすんであって悪いのはソ連や中国だという考え方なんです。でこれに対して、ね、いやいや 日本が中国で戦争をするような悪い国だから、アジアで戦争が起こってるんだよ。日本は強い。日本がアジアに紛争をもたらすんであって、日本を弱くすればアジアは平和になるんだ。っていう考え方。これをウィークジャパンポリシー弱い日本派と言うんです。全く考え方が日本に対して違ったんです。 で実は強い日本がアジアに安定をもたらすんだと考えている人たちはアメリカの当時野党の共和党に多かったんです。ところが当時与党はアメリカの民主党なんですね。この民主党は強い日本がアジアに紛争をもたらすので日本を弱くすれば。 アアジアは平和になるんだという考え方でこのアメリカ民主党政権が日本を徹底的に打ちのめして占領した後日本を憲法9条を押し付けて日本をに軍隊を持たせなくて日本を徹底的に弱くしたわけです。それは繰り返しますが 強い日本を弱くすればアジアは平和になるんだというのが当時のに弱い日本派の考え方だったんです。じゃあですね日本を弱くしたらアジアは平和になったのかならなかったんですねこれが。朝鮮戦争ね。 ソ連と中国の支援を受けて北朝鮮が朝鮮戦争、ね、で戦争を起こすわ。ね、あのソ連の支援を受けた中国共産党が介石率いる中国国民党の戦争を始めて国境内戦っていうんですが。で中国大陸も朝鮮半島も日本が引き上げたらもっとひどい戦争になった。要は 日本がを弱くすればアジアは平和になるんだという考え方は間違いだということを日本をみつけた後まあ本当にねこのアメリカっていう国はね僕はよく言うんですけどもう敵と味方を間違える天才だって僕は言うんですが本当にね敵と味方間違える天才でね アジアの平和を守ってたのは戦前日本なのにその日本を潰してもっとアジアを紛争地帯にしたわけです。でそれが今なお続いていて中国や北朝鮮に扱い困ってるわけです。だからですねこの強い日本派アメリカ共和党系の人たちの中で、まあ、有名な、ね、この女性評論家の人がいるんですよ。 フィル・シェラフリーっていう人がいるんですがこの方に僕ねアメリカに行ってお会いした、まあ、日本でいう櫻井よし子さんみたいな方なんですがそのシェラフリー、まあ女,ね、女性の方が、まあ、僕が行って、ね、インタビューしたら向こう、ね、彼女は何て言ったのかっていうとなぜアメリカは中国共産党の軍事的覇権にこんなに苦しまないといけないんだ。なぜアメリカは 北朝鮮の核とミサイルにこんなに振り回されないといけないのか理由は簡単だって中国共産党や北朝鮮をね抑え込んでいた日本をアメリカの民主党政権が壊してしまったからだってその結果力のバランスが崩れて 今なお中国や北朝鮮の脅威が続いているんだ。であればもう一度アジアに平和と安定をもたらすためにはアメリカの民主党政権が壊した日本を再び強くすることが大事なんだという考え方なんです。 強い日本派と弱い日本派考え方が真っ二つなんです。で今は、ね、アメリカはですね中国の脅威に立ち向かうためには日本が強い方がいいという考え方に立ち始めている。でにアメリカだけじゃなくてイギリスもフランスも アセアン諸国もインドも中国や北朝鮮の脅威に対抗するためには強い日本がアジアに安定をもたらすんだよとだから日本強くなってくださいってやってるわけです。そういうふうに国際社会にはこの2つの考え方アメリカを中心にあるんだと。今は 強い日本がアジアに安定をもたらす。だけど日本が憲法をねあのこの1946年に憲法を制定したときは強い日本がアジアに紛争をもたらすんだから日本は弱い方がいいんだという考え方だったんです。でさてじゃあそういう中でアメリカもイギリスもフランスもカナダも ニュージーランドもオーストラリアも日本が強くなってもらった方がアジアに平和をもたらすよねっていう考え方になっている状況の中で日本を弱くした方がアジアの平和につながるんだという憲法の考え方でいいのかっていうことなんですね。要はまあ 憲法改正の議論をねするときに憲法改正をすると日本はねまた軍国主義になるんじゃないかみたいな話をする人がいるんだけど軍国主義という考え方そのものが弱い日本派の考え方で戦前もアメリカの共和党系の人たちは日本が強い方がアジアは平和なんだと。で 平和を乱すのは日本じゃなくてソ連や中国共産党なんだというふうに考えている人が当時もいたし今はもっと増えているんだとそういう国際情勢の変化というものに合わせて我々もどちらでいくのか。 いや日本は弱い方がいいんだよと日本が弱い方がねアジアの平和になるんだよと中国や北朝鮮がのさばった方がアジアの平和になるんだよというふうにね考えている方は考えていただいて構わないんですがあの少なくともアメリカを中心とした自由主義陣営は日本が強くなってもらった方が アジアの平和を維持できるんじゃないかなというふうに思っている人たちも一定数いてその人たちと共にやっぱり日本を賢く強くしながら将来に向かってですね日本を中心としたアジア太平洋の 平和と安全と繁栄を守っていくためにも強い日本がアジアに安定と繁栄をもたらすんだという考え方に基づいて憲法の在り方というのも見直していくことが僕は大事だと思っている次第です。 今日は強い日本ストロングジャパンとウィークジャパンという考え方と憲法改正の話をさせていただきました。